どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。ゴッドガンダムだと新戦時は勝てない、新戦時は弱い、そう思っている方に朗報です。ゴッドガンダムを使って新戦時をボコボコにしていこうと思います。イエイ。まあ実はですね、ゴッドガンダムなんで新戦時弱いって言われてるかっていうと、当たり前ながらさ、敵の属性が水だからじゃないですか。そう、ボス階層に水属性が多いから弱いって言われたりするんですけども、まあ、言うてね、ボス2に関しては4ターン後に確定属性変化があるから、水属性から確定で変わってくれると。そうで、さらに言えば、まあ、ボス1に関してもちょっと殴るのね、ターンかかるだけでゴッドガンダムって毎ターンやばい火力出していけるんで、まあ、十分火力出せるんですよ。だからみんなが思ってる以上に、実はゴッドガンダムって新戦時も破壊できちゃうんですね。まあ、少なくとも負けるようなことはなくて、まあ、時間はかかるけど、その分ねボコボコにできてしまうというのが新戦時です。特に称号チャレンジクリアしたい人向けにとってはめちゃめちゃ良くて、称号チャレンジね勝ちたい人からしたらさ、とりあえずもう1回勝てればいいと思うんだよ。そういう人からしたら別に一周20分ぐらいかかろうが全然苦じゃないと思う。なぜなら1回勝てればいいと思うから。そうなんで、もう今日はとにかくゴッドガンダムで新戦時を破壊しちゃおうと思います。結局こいつ新戦時でも強いことに全く変わりないんで、編成紹介していきますね。リーダーダブルゼータです。浮遊スキブ潜在遅延2つにこちら大吟醸武器継承です。はい。で、ジャスティスガンダムです。浮遊スキブ潜在遅延2つにゴッドガンダム武器継承ですね。はい。これで非属性とスキブとヘイストしていきます。で、ジャスティスガンダムです。浮遊スキブ潜在遅延2つにこちらアグドラール武器でリーダーチェンジしていきましょう。そしてこちら、シュナです。回復 LG アシスト無効回復強化プラスにこちらパイモン武器継承ですね。はい。で、からのゴッドです。遅延2つ、神キラー、水軽減2つにマグニート武器です。はい、これで非属性と十字と HP と無互換持ってます。ラスト、フレンドです。フレンドゴッドガンダムに関してなんですが、フレンドのゴッドガンダムはですね、ゴッドガンダムと潜在は全く一緒で、アシストにね、レム武器をつける必要があります。はい。多分フレンドさん出してくれたはずなんで、これですね。はい、こちら。遅延2つ、神キラー、水軽減2つにレム武器継承って感じになっております。という感じの編成ですね。まあ、今日は実際にこちらのゴッドガンダムを使って、新戦時を破壊していこうと思います。結局、新戦時でもゴッドは強いんでね。ジャスティスリーダーなので、ちょっと今日変わってる編成です。ジャスティスリーダーの編成で使っていこうと思います。76リーダーチェンジしてね、ジャスティスリーダーで使っていこうと思います。実際に遊んでいきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。リダチェンしていきます。はい。大吟醸を使ってあげて、ゴッドガンダム武器使いましょう。パイモン武器使ってあげて1コンボ組みます。ゴッド2枚変身していきましょう。1コンボ組みます。そしたらゴッドからのジャスティス使って倒していきます。はい。まあ基本パズルはマジでこんな感じ。ゴッドからのジャスティスで非対路に作ってあげて突破していくって感じです。盤面悪い時はゴッド温存したりもしますが、まあ、良すぎる時って言えばいいのかな、温存したりもしますが、基本的に上限解放を含みたいのでゴッド2体は使い時ですね。はい。これで15コンボ組んでワンパンしていきます。突破していきましょう。こんな感じで軽く出していきます。はい。で、2階層です。2階層もゴッドからのジャスティスで殴っていくんですけど、さすがにこの火の量はやばいんで、まあゴッドからのジャスティスでいいかな。いや、まあいいか、ダブルゴッドしちゃおう。でも逆にルレ利用するわ。これが指12秒の力なんだよね。はい、これで殴っていきます。まあ、13コンボ組んであげて、13コンボでまずはシールド破壊していきましょう。でからのゴッドジャスティスで殴っていきます。はい。まあ、この編成は火の2コンボさえ組めれば耐久はできるので、火の2コンボプラス怪奇音下車は絶対に組みましょうっていう感じ。それ以外はミスっても大丈夫ですね。負けることはないので。なんとラッキーなことにこいつコンボ減少してこなかったので、適当に殴ってあげて削っていきます。こいつコンボ減少してくることが多くて、コンボ減少してくると盤面10コンボ11コンボとか組む必要があってめっちゃだるいです。はい。これね、これ11コンボ条件なんでバカだるいですけど、まあ、全力で組んで殴っていきます。全力で組むのみ。これで殴りましょう。いきます。そのルーレットは何がもう 1、2、3、4秒か。まあ一旦だからこんな感じで殴ってあげて、これで8コンボですね。で当然ながら落ちコン来たら倒せますし、で落ちコン来なくても別にこんな感じで負けないんですよ。そうだから結局もしパズルミスっちゃってやべえってなった時もこんな感じ死なないので、これがゴッドのめちゃめちゃいいところなんですよね。そう OK、 じゃあ倒していきましょう。いきます。もうこれは余裕で倒しきれるので持っていきます。はい、こんな感じで適当に分割してあげて13コンボで倒していきましょう。15コンボです。さあこれで突破していきます。まあ3から4パンぐらいで倒していけますね。はい、突破です。さあ続きまして3階層です。大国主はまずヘイストされたフレンドの武器使いましょう。ヘイストされたフレンドの武器使ってあげてからゴッドガンダム使ってあげてダブルゼータ使います。はい、でからのジャスティス使ってあげて倒していきましょう。ワンパンで倒していきます。はい、まあ、またルーレ利用しながら殴っていきます。はい、やばい、幸先悪すぎるミスした。はい、これでしっかりと盤面で10コンボ組んであげて、まあ、無股間サボってますけどマシンキラー入ってるから抜けると思います多分。ナイス確定ワンパンです。もうこのダブルゼータ使ったら火力えぐいんで、ダブルゼータ火力でワンパンしていきましょう。で続きまして4階層です。ここはゴッドからのジャスティスで火の L 字3セット組んでいきます。はい、ヒエル3セット組んで殴っていきましょう。まあこんな感じでヒエル3セット組んであげてアシスト向こう回復しながら殴っていきます。まあ、ちなみにヒエルは別に2セットでも大丈夫です。はい、これでワンパンしていきましょう。強いな、普通にワンパン。ダブルゼータ継続だからか。なるほどな。ダブルゼータマジ強いっすね。で、続きまして5階層です。5階層は、シュナ使ってあげて、76番面返していきつつ、2から3ターン耐久していきます。まあ、こんな感じで、ゴッドからのジャスティス使って、平積みで組めば耐久できますので。よいしょ。ちょっとね危ないですねこれ。こういう時何も考えずトゲ触ってると負けることあるんで注意してください。トゲ触る時は基本回復音消しやね、もう忘れずに。はい、水だけでこんな感じで耐久できます。お、次左タゲして耐久していきましょう。やばい、えぐい落ち込んきたえぐい落ち込んきた。はい、じゃあゴッド使いましょう。ここはもう絶対に倒していきます。まあ最悪次の階層でもスキルダメはできるというか、まあ敵が硬ければそもそもスキルダメになっちゃうことも多いので、まあまあいいでしょう。5眼で倒します。全力殴りしましょう。いきます。はい、これで火の向こう貫通含みながらの11コンボ組んであげて、12、13トゲあるんで回転消しも組んであげて、さあこれでゴッドとジャスティスの火力で2パンしていきます。まあ、実はゴッドガンダムってね、そのパーティーの出せるダメージの量としてはね、リムルを超えた火力出せるので、まあ、えぐいぐらいの火力でしっかりと殴っていくことができます。はい、これもうめちゃくちゃ都合いいでしょ。ちょうど火属性吸収でこいつワンパンなんて絶対無理なんで、まず最初は回避エルジュ含みながら殴っていきます。こいつ初手の火力が一番高いんで回復エルジュ含みながら回復音消しも組んで HP 全回復しつつ1ターン耐久しましょう。回復エール仕組んであげれば耐久できます。はい、うん、やりがんだお前水属性ずるいだろこいつ。クソがなめやがって。で殴っていきます。こいつ水になられるともうマジきつい。本当にストレス。こいつね、不利属性になられた時、あ、これもちろんね、どんな編成使ってでもこいつが不利属性になることってあるんですけど、マジ硬いからね、こいつの不利属性。見てて。これリムルが実は一番きついんだけど、まあ、ゴッドでもこんな感じでかなり硬い。ちなみにリムルの場合は、もしこいつが貴属性になったら、ここからさらに硬くなるんで、50% 分。マジえぐいことになる。まあ、今回全然マシやね。削っていきましょう。OK、そしたら、このまま倒していきましょう。ちょうどシュナも溜まってめっちゃいい感じですね。で、属性は相手も気になってるので、これは倒しきれます、絶対に。よいしょ。ちょっと、海峡の仕組みたいな。はい、無効貫通含みながら海峡下仕組んどいて HP 全回復していきましょう。さあこれで突破していきます。はい、もうさすがにね、有利属性だったら瞬殺です。はい、突破。さあ続きまして7階層です。7階層は初手シュナ使ってあげてください。シュナ確定打ちです。はい、シュナ使ってあげて、でゴッドからのジャスティスで殴っていきます。はい、さすがにこいつ水なんで結構硬いですけど、まあ、全力で海峡下手含みながら殴っていきましょう。回復下手優先ね。絶対回復下手優先チャンネルしてあげて、無効貫通でまた殴っていきます。もうとにかく無効貫通が強いんで無効貫で削っていきましょう。硬すぎだろお前。まあでも不利属性は結構ね、この7階層って敵の防御力がめちゃめちゃ硬いんで、そう。こいつの防御が硬すぎるせいで結構まあね、確かに硬いところはある。OK、これで無効貫通含みながらの回復音消し含みながら、まあジャッカドロップも消してあげて、16コンボ。さあこれで半分まで持っていきます。はい、ゴッドジャスティスの力ね。これで半分まで削り、で、半分じも耐久していきましょう。そもそも攻撃ないんだ。 OK、 もうこれで無効艦プラス列も含んであげて12コンボ。もう最高のパズルじゃないこんなん。 OK、 倒していきましょう。もう完璧なパズルで突破していきます。さあ8階層ひたすらシールド壊していきましょう。こいつねマジアホなんですよね、硬すぎて。なんでひたすらシールド壊していきます。ゴッドからのジャスティス打ってあげてシールド破壊していきましょう。これで無効貫通含みながらもうしっかり指使ってあげて殴っていきます。これで半分までまずは削り切りましょう。回復エール仕組むとさ、ジャスティスガンダムの火力も上がるからめっちゃいいね。火力超出しやすくなる。でゴッドガンダムは本当にこのダンジョンに連発される上限固定かつ若干エンハンスをひたすら返し続けれるので、本当に最高のサブの一体ですね。新戦時の最強サブ部門、やっぱ超上位にきますねこいつは。はい、ここもしっかりと無効貫通と回復音消し組んであげて殴っていきましょう。まあ、回復エールは組めるだけ組んだ方が強いんでね。はい、これで倒していきます。そしたら、ダブルデータ使ってぶん殴っていきましょう。はい、もうゴッドからのジャスティス打ってダブルデータで属性吸収発動。OK、さあ、ぶん殴りましょう。いきます。はい、回避エール値含みながら殴っていきましょう。ちなみに回避エール値は 20% 分ですか、軽減あるんで。結構耐久値も高いですね、しかも。はい、ちょっと発狂怖いですけど、まあ大丈夫ですね。そしたらゴッドからのゴッドからのジャスティスで完璧に倒していきます。ダブルゼータ継続で突破していきましょう。はい、これで無効感プラス回復エレジ含みながら火の3セット組んであげて12コンボです。さあこれでダブルゼータ継続で突破していきましょう。さあもうボス1、さあここから水属性なんで、まあ、不利ではあるんですけども、逆に言えば一生殴るだけなんで、なんかわざわざ思考することとかは特にない。もう一生殴るだけ、不利ですけど殴り続けます。ゴッドからのゴッドからのジャスティスからのまあ回復エルジュ組めなら組んでいきたいですね。これで無効感プラス回復エルジュ殴っていきます。12コンボです。 HP 全回復は回復エルジュで十分できるんで、ほら分かる、これ言いたいこと。全然削れるでしょ。なんか新戦場あんま削れないみたいな、そんなことないよね。ちょっとみんな問題があって、ちょっとダブルゼータ貯めたいんでゆっくりやります。強すぎ強すぎ、君そんな強いと思ってないから。こっちもこれでちょっと耐久しましょう。あえて10コンボ外してあげてちょっと耐久ね。いい感じ。これで耐久していきます。 OK。 そしたらダブルゼータが残り2なんで、このままぶん殴っていきます。はい、ゴッドからのゴッドからのジャスティス使って、ロックあったのか、いきます。はい、回復エレジ含みながら火の無効感含みながら12コンボ組んであげて13。さあこれで一発削り、ナイス。そしたらこのまま倒していきます。ルレはね、まあ、結局関係ないんでゴッド使いましょう。ゴッド使いましょう。ジャスティス使いましょう。これで火が123456789、そうだよね、9個あるもんね。これで殴っていきます。まあ列でもいいんだけど、どう考えてもこれの方が強いので完璧じゃない。5コンボ現象あった。あ、でもこれ逆に考えたらさ、5コンボ現象あるけどさ、別にあナイス、もう落ち込む、それ落ち込ん入るならそれがいいもん。はい、倒していきましょう。それは落ち込ん入るなら落ち込んの方がいいよ。倒せなくてもまあ別に次倒せばいいもんね。でも落ち込ん入るならそっちの方が嬉しい、当然。はい、ということでボス2です。ここはまず最初から3ターンは、まあ、なかなか削れないですね、正直マジで硬すぎて。はい、まずダブルゼータ使ってあげて若干エンハンス返します。でからの上限解放ダブルゼータもしてあげて、上限解放じゃない、自信エンハンスしてあげてゴッドゴッドジャスティスで殴っていきましょう。でまあ常に回復エルジュを組んでおいて損はないですね。ちなみにもうここからは一応絶対に組むべきターンとしては4ターン目ですね。4ターン目に組む必要があります。最初の4ターンは属性変化まではもう硬すぎてあんま削れないんで、まあ、耐久寄りの殴りって感じですね。ルーレットもあるんで大丈夫。ちゃんと回復音消しだけマジ見せないようにしていきましょう。本当にここからのパズルミスはめちゃくちゃ萎えるんで、そうここまでやってパズルミスしたら苗やばいからな。見せないにしていきましょう。オッケーオッケー。序盤は全然削らなくていいんやから、こんなん。って言ってもちょっとは削れてるね、なんだかんだ。OK、 これが3発目の攻撃なんですよ。で次回復エールジ絶対に組みます。はい、ここ回復エールジ必須です。絶対に回復エールジ組みましょう。これ組まないとやばいんで、回復エールジ組みながら殴っていきます。火の3コンボプラス回復エールジ組めてれば大丈夫なんで、ここは無効感とかサボってもいいんで、回復エールジ絶対に組みましょう。まあこれで、はい、回復4ゲシプラス回復エルジ組んであげて、しっかり耐久していきます。もうここは無理に火力出す必要はありません。なんならちょっと削れてるし。で、これで4ターン目発狂です。これから毎回なんですけど、この4ターン目の発狂時は回復エルジを組んでないと死にます。なので絶対こんな感じで4ターン目は回復エルジ組む必要があるっていう感じですね。はい。んで、どうしようかな。これどんぐらい削れるか分かんねえんだよな。マジ微妙すぎる。半分突破直前に手の合わせる必要があるんだけど、この編成の削れ方がマジ分からんから何とも言えん。一旦まあこんな感じで殴ってみますか。ちょっと軽く見たいんで、はい、じゃあ火の3コンボ組みながら殴っていきましょう。12コンボです。ジャスティスだけの火力でどんなもんか見たい。わかんねえ。一回全力で殴ってみますか、じゃあ。ね。ゴッドからのゴッドからの、ジャスティス打ってあげて、で、シュナ使います。いきます。倒しきれるかわからんけど、倒しきる。はい、これで回復エルジ含みながら火の無効貫通も含んであげて、11121314。さあこれでしっかりとゴッドとジャスティスの火力で半分まで削っていきます。 OK、 完璧で、そしたらここはアシスト無効回復絶対していきます。でジャスティスはこれゴッドガンダムってまずゴッドガンダムのおかげで指固定があるから半分指現象効かない上に、ジャスティス使ったら回帰力現象を返せるんで、これで全く効かないですね。でからの L 字組んでいきます。火の L 字絶対1個は組みましょう。いきます。これで OK ですね。火のエルジと無効貫通と回復エルジを組みながら殴っていきます。でここで油断しちゃダメなのが、この次のターン回復エルジを組みましょう。はい、これですね。目覚めが来た後です。この後は絶対に回復エルジを組む必要があるので、回復エルジを組みながら殴っていきます。ここだったよね、あれ次だったっけ、ちょっとわからん。とりあえず回復エルジ組んでおいても損ないんで、回復エルジ組んでいきます。はい、これで回復エレジ含みながら無効貫通含んであげて殴っていきます。ダブルゼータは万が一発狂入ったら嫌なんで、発狂用に残しておきます。はい、もうこんな感じで属性変わってからがっつり削っていけますね。あ、この次ですね。はい、この次に発狂来るんで、そこに合わせて絶対に残しておきましょうって感じです。回復エレジをただもう今回はこのまま倒しきれると思いますので、ゴッドからのダブルゼータも打ってあげて倒していきましょう。すがにこれはね倒しきれますよ。はい、こういうナメプもしながらしっかり殴っていきましょう。列も無効感も含みながらの11コンボで12、13、14、15、16。さあこれでしっかりゴッドガンダムで突破していきましょう。ということで今回ですね、新戦時をゴッドガンダムジャスティスで突破する動画でした。やっぱりですね、ミリムとかリムルに比べると時間は結構かかりますね。当たり前なんだけど、相手が水属性ってこともあって耐久が増えちゃうんで時間自体はかなりかかってしまうんですが、その分安定感自体はかなり高いと思います。本当に回避エルジとか回避音消し見せらない限りは負けないですし、ルーレットパズルさえ注意しておけば指12秒固定でね安定していますので、ぜひ組める人は使ってみてください。で、動画ではね無効感組みまくってましたけど全然列でも火力出せるので、パズル苦手な人とかは列含みながら殴っていってもね火力出せます。なんでねもうすごい優秀な編成なんで、ぜひねゴッドガンダム使って新戦時攻略してみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。